ボンジョーノー、あちゃんです。今日は6月の26日、ちゃうわ、25日や、土曜日、血圧アップ打ちましょう。あー眠いて、ちょっと早寝て、もう眠たくてね、ちょっと早寝たいと、2時半くらいだかな。どうちょっとでもね、限界眠たかって寝た。ちょっとそう、測定します。電池コードが100均でね。100均の電池なんかすぐ早減るような気するわ。ちょっとね、朝からお買い物を行ってできてみたい。昼までにお買い物行ってきます。ダイソーはダイソーでちょっと行っちゃったけど、ちょっと他ちょっと星もあってね、156の73の62、はい、喋りながらやからちょっと高かったね。朝測った時140台、143かそんなやってんけどね。なんでもええねんけど。なんか最近ちょっと落ち着いてるね。あえて140台。156の。まあ今、トイレ行ってきたし、うろちょろしたからやと思うんだけどね。32ってね。よいしょ、よいしょ、はあ、いろいろあるね、いろ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 ありますもん。大変でね、なんだかんだとね、動画で言えへんことのトラブルとか、そんなことがあって大変ですわ。まあね、それも一個一個乗り越えていかないと仕方ないよね。それも人生の楽しみっちゃ楽しみかもわからんしね。人間っていつ何が起こるかわからへんし。ああ、今日はね、カラオケライブで楽しみましょう。二部制でやるんでね。でも2部なんか喉つぶすやろな。もう今この状況で今喉痛いんやけどね。まあそんなもん関係なしにやっていきましょう。最後出るかな、これ。いつもね、5時間6時間やってた頃があって懐かしいね。カラオケライブ。最後の方も、声でいいね。ああ。ねえ、やっていきます。いただきます。ここでしようかな。テレビ画面でやろうか。ノーパス配信でね。今日ちょっと、まあ、寝舞台のよ。もう起きてからちょっと時間経つんやけど、うとうとして。ね、ちょっと、携帯で、携帯軸取って。つむつむもね、なんかミッションっていうのが積んできて、なんか進まんくなって思った。またちょっとやっていこう。もう今月また終わるからね、もうじきね。久々にね、携帯ゲームめったせえへんねんけど、ちょっとハマっててね。眠たい。昔は携帯ゲームハマってね、ずっとやってた時期があったんやけど、あの頃ね、よう東京の方出張やったから、電車の中でようやってる。最近ね、この土日、今日明日
はゲームでやから、ゲーム配信、ゲーム動画撮りたいな思うけど、今日もカラオケするからね、ゲーム動画撮れへんけど、明日喉つぶして声出るかな。まあゲームの動画撮るわ、撮れへんかったらちゃうヒントるけど、いや、まあね、今日は、ね、一番目先にある大イベント、カラオケライブ、初の二部制でやっていくんで、楽しみましょう。3時から5時で、9時から11時ぐらいって感じでやろうかなと思ってんだけどね、そんな感じで告知してやっていこうかなと思ってんだけど、ちょっとカメラ他3枚な、油ついてんの、ヒッヒッ、ああくしゃみが言うてるわ、よいしょ、拭きます、ね、その薬を飲んでおきましょう。あ、なんかね、こうとこうゆるーんと、お茶はゆるーんとね、なんでこのの結構激しくね、やってるから激しい人やと思われてるんやけど、そうじゃなく、結構、ゆるーんと過ごすのが好きでね。だから、なんてこのばあちゃんの、ね、やりたいことっていうのは、いつもみたいに聞き言って、誰かとバトルして、ね、言い合いしたり、激しくやって、ね、やってしまうけどね。ことじゃなく、ゆっくり過ごすこと。YouTuber にはかなわへんのかな。でも、ゆっくり過ごすことが、ちゃんの夢でね。うまいからね、もう、プチリタイヤして、第二の人生歩んでた年やね。昨日ちょっとこんな話をしとってね。よく考えたら、ね、何かで立てずにゆるーんと第二の人生をするっていうのが憧れてる私はね、まあ、実際問題考えるとね、子供がまだ成人してない状況でそんなことは可能やけどね、まあね、世の中今はもう生涯現役時代って言われて、ある程度年になっても一生懸命働いてある人おるからね、お父ちゃんもそうやけど、もう80過ぎてまだ現役で働いてるけど、ね、まだあの年でエンジンオーバーホールしたりとかやってるけど、逆にあれかな、その方がええのかな、体こそあっちゃんみたいにゆるーっと生活はボケちゃうんかな、ね、頭使わへんだらあかんって言うもんね、使っててもね、そういう病気もあるけども、脳が萎縮したりっていう病気もあるけどね、でも本当にね、脳だけじゃなく筋肉もそうやし、お水もそうやし、お金もそうやし、何でも使わへんかったら腐っちゃうからね。腐らねえせよ、なかなかな。ああ、喉詰まった。ビタミンね、ちょっとあげね。カプセルじゃなく、カプセルもひっつくんだけど、何ひっつくのよ、はい、ということで薬もサプリも飲んだし、ソーレも飲んだし、今日のあっちゃんの一日、ここから始まっていきます。今日はカラオケライブを楽しみましょう。その前にちょっとね、お買い物行ってきてね、カラオケライブ全力で楽しみましょう。そのためのね、何かこう、ね、おやつとか、飲み物も、あることはあんねんけどね、もうちょっと仕入れてこようかな。で、ゆるっとみんなと楽しみましょう。まあ、間があったらなんかね、おつまみ作ってもいいんやけど、なんか、楽しくゆるっといきましょう。はい。ということで、今日6月25日、あっちゃんの朝、スタートします。
この動画は26日日曜日に上がるから、日曜日の動画はこんなゆるっとでいいよね。はい、ということで今日はこの辺で始まります。じゃあソーレタイムこの辺で終わりにしたいと思います。今日も一日よろしくね。この動画が上がってるのは日曜日やからね、昨日カラオケライブ楽しんでいただけましたでしょうか、ということで、あっちゃんはこの後楽しむでね、みんな一緒に楽しみましょうね。でカラオケライブまだ見てくれてない人、ぜひぜひアーカイブ見て楽しんでください。ってあんだね、バイバイ。もちろんカラオケライブ良かったよと思ってくれたスーパーサンクス、お待ちしてます。